デュアルスキャンの測定手順についてご説明します。測定前の準備として、本体とプリンタの電源を入れ、ベッドに専用マットを敷きます。で、マットの真ん中の部分におへそが来るように仰向けに寝てください。受信者をベッドに仰向けに寝かせ、安静状態を確保したら、受信者情報を入力または確認します。次におへそが見えるようにお腹を出してください。では機械を乗せていきます。腹部測定ユニットを受信者に装着する際は、測定バーの透明な部分をへその位置に合わせます。軽く息を吸って吐いた後に息を止めていただきます。軽く息を吸って吐いて止めてください。息を止めた状態で測定ユニットの確定ボタンを押します。次に声帯インピーダンスの測定を行います。電極ベルトと手足クリップからなるインピーダンスユニットにディスポパッドを取り付けて受信者に装着します。段差ありますけど、そのままゆっくり寝てください。では先ほどと同じ呼吸の後に、今度は5秒程度息を止めていただきます。それでは始めます。軽く息を吸って吐いて止めてください。呼吸の指示をしたら、本体のスタートボタンを押します。これで測定が開始されます。およそ5秒で測定が終了すると、検査結果が表示され、検査結果レポートが印刷されます。はい、楽になさってください。以上のように操作は非常に簡単です。 X 線 CT では撮影から解析までおよそ20分かかりますが、デュアルスキャンの測定時間はわずか 3,4 分。測定時間も軽減でき、専門的な知識も必要ありません。